揖斐郡大野町の道の駅パレットピア大野では、揖斐警察署の署員や地元の地域安全指導員、防犯協会員らおよそ20人が店舗の入り口付近に立ち、詐欺の手口をイラストなどで紹介したチラシを買い物客らに配っていました。県警によりますと、今年8月末現在、オレオレ詐欺などの特殊詐欺の認知件数は235件で、被害額はおよそ5億8000万円に上っています。また昨今被害が深刻化している投資への関心に乗じた SNS 型投資詐欺や、相手の恋愛感情につけ込むロマンス詐欺の合計被害額は8月末現在で20億円を超え、警察では注意を呼びかけています。特殊詐欺、SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺の被害が社会問題化しています。その多くがスマートフォンが入り口となっています。家の鍵と同じように携帯電話、デジタル機器にも鍵をかけていただくようにお願いいたします。今年の全国地域安全運動は、子どもと女性の犯罪被害防止や特殊詐欺の被害防止などが重点に挙げられていて、今月20日まで全国一斉に取り組みが行われます。